こんばんは、日常演武です。本日は、業務スーパーで買ったザクラウというものを食べていきたいと思います。ちゃんと名前覚えときよ。なんか業務スーパーでまた美味しそうなグラノーラが出てたので、買ってきました。では早速、口の中身へ開けていきたいと思います。どんな中を開けると、香ばしそうなシリアルがたっぷり入っておりまして、では早速、開けていきます。中央のやつよりは少し大きめなのは、ここに牛乳を、はい、入れました。結構吸われちゃってますけど、出してかき混ぜて、でも、もっと吸われちゃう。このままだと全部吸われちゃいますので、その前に食べていきたいと思います。では、いただきます。ザクザクという心地よい音が広がってくるグラノーラ。思ったら、それだけじゃないんですね。の中で噛むとじゅわっと広がる、アイフルーツの甘酸っぱさと思ったんですけど、広がってくる味は一つしかないですね、これ、うん、それがちょっと残念かな。だけど牛乳に浸すとちょうどいい感じになるのは本当に美味しい、うん、やっぱりで、ビタミンやミネラル、食物繊維が取れるなら嬉しい商品ですね。以外にヨーグルトは牛乳があんま変わらないか。いや、アイスクリームを混ぜてもアイスクリームに混ぜても美味しくなると思います。何が具体的に美味しかったのか、どこはちょっと惜しかったのかについてはこの後すぐ。あ、ごちそうさまでした。グラノーラ部分は名前の通りザクザクという心地よい音が口の中で噛むたびに響いてきて香ばしさが感じられましたね。一方フルーツについてなんですけど、レーズン、バナナ、クランベリー、パイナップル、リンゴ、この5つが入っているんですが、ちょっと存在感があるのは噛んだ瞬間にと甘酸っぱさが広がってくるレーズンだけでした。他の4種類はグラノーラで香ばしさに隠れてしまって、そもそもどこにいるんですかという感じで行方不明になってしまっていました。なのでいろんなフルーツの味が感じられると思って食べると少しがっかりされるかもしれません。反対にレーズンの甘酸っぱさを中心に感じたいのであればおすすめですね。なので西区はあるのですが、少し名前負けしているような気もするかなと思ったので、ごちっかり食べた業務スーパーのザクガは4点とさせて立春に仏になるほど暑いのに立春で暑かったらどうするんだ。というわけで本日は業務スーパーのフルグラを食べてみた動画でしたが、あなたは食べてみたいと思いました？フルグラ、もし思っていただけたのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武。